をしてるかというと、自分のスマホを回してるんだけど容量が足りないからって削除してたらしいよ。回っとるっちゅうか、瀬戸聖奈さんです。瀬戸聖奈です。写真を撮る人たちに向けて、写真を撮るにはどういう風にするといい感じだよとか、考え方メインでこのチャンネルでよくお話をしているんでございます。最近思ったのは、写真の世界の中だけに向けて話してもしょうがねえなと。ほう。だからその社会はもっと広がってるし、僕のところはワークショップとかもやってるんですけど、来てくれるのはその一般社会関係ない業種の人たちでも、写真を趣味にして初めてカメラ買ってってやってるうちに、あ、いろいろ面白いことがあるなって始めた人なので、その生粋のカメラマンなわけじゃないし。なるほど、うんうんうん、だからむしろこっちから社会の皆さんにとって、例えば思ったのはね、その写真に興味がない、まあ、ちらっと興味持ってくれるんだろうけど、見るってことは、うんうん、だけどその例えばなんだろう、一番身近なのって盗撮と盗撮じゃないのの見分け方って、どうやって見分け方がいったらいいんだろうとか。ああ、え、あるんですね、言い訳が。あ、そうそう、で撮る側の感覚として、いや、これは悪いけど、うん、エロ目的の盗撮じゃなくて、街並み と、うん、街にいる人をかっこいい感じで撮ってるから盗撮って言われたくないんだよとかっていうのも、それもでも撮る側の都合だから、へー、撮る側の気持ちとしてこういう気持ちでやってるんだけど、皆さんにとってはどうなんですかっていう訴えかけを誰かがして、そのお互いのやっぱ相互交流を図りたいなという部分があるのね。なるほど。なんでかっていうと、おじさんになってから写真始めてるから、その僕はね、うん、だからその世間一般での写真の扱いと撮る側の人間の気持ちって、早く始めた人ほど乖離しちゃってるんですよ。だから瀬戸聖奈さんはご紹介すると、なんて紹介したらいいの？この動画はカメラだから、普段被写体などもやってます。そう、被写体をやってる方っていうことで、モデル役としてちょいちょい来てもらってるんだけど、今回はなんだろう、オブザーバーじゃないんだけど、写真をやらない人代表みたいなポジションでとりあえず来ていただいたんですよ。ありがとうございます。この後コラボ動画やるから、瀬戸聖奈さんが撮られる側としていろいろ思うことを、うん、瀬戸聖奈さんのチャンネルであれこれやるんだよね、きっと。やります。撮影してます。どんな出来になるかな。あ、それ1回に切ってもらったまあ、一応こんな、うん、おー2000円払える結構別に6行ったっていいからね、今日写真さ、結構さ、完成の写真見ててさ、なんかライティング一回一回変えてるとかさ、わかんないですよね。そうですね。うん、私とか結構なんか外とかだと、こういろんな方に撮ってもらうとき、バシャバシャバシャみたいなの行くから、そんなライティングが変わるみたいなことないんですけど、だいたいスタジオ撮影だと、撮る人によってライティングチェンジチェンジチェンジ、あ、撮影しそうな雰囲気で、目線カメラ失礼しますね。顔まっすぐがいい。今5人のカメラマンさんに撮影していただきました。もう一人多分あれ撮影されカメラマンさんによって本当になんかそのライティング、私は専門用語がわからないんですけど、入れてもらってるライトとかを入れる位置とかを結構皆さんの好みに合わせて変えられる感じですね。全然違うなってすごい、あのね、作品見てわかるかな、うん、私今全体的にその全身じゃなくて上半身だけを撮っていただいてるんですけど、上半身一つを撮るのも一番最後の、まあ、先ほど一緒にお話ししていた晩さんだけ座ってくださいっていう指示を受けたんですけど、やっぱり、ね、人間だからね、あの上半身撮るのに立ったまま撮るのかっていうのと、座ったまま上を撮るのかっていうのとでも結構表現が変わってきます。正面ですか？正面、うんと横の方が結構そうですね。うんうん、分かります。ポーズ適当でちょっと反らす感じで、髪をちょっとこっち側に行きます。
はいですね。光ってなかったですか？光ってないです。紅茶のシュークリームです。何調子っぽいことやってんだよみたいな目で取っていきますね。はい、かっこいい感じか。いい感じです。お一旦撮影会は終了しました。カメラマンのバンさんです。すごい普段の私みたい。カメラアピール。カメラ見た瞬間にこう。外で。撮影です。キャリッ串を持ってきたよ。本日昼11時から始まった撮影が今21時です。今終了しました。結局3,4,5,6,7,8,9,10名かな、10名のカメラマンさんに撮っていただきました。いや、ね、人によってやっぱりそのライティングの感情ガチャガチャって変えるのとポーズの姿勢撮りたい感情雰囲気とかもう全然違うので、どんな感じに仕上がっているのか楽しみだなと楽しみにしてます。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。なんかまあいかがだったでしょうかっていうか、まあ、撮影してる風景の動画を見ていただいて、まあ、実際に後日ですね、カメラマンさん最終的に10名の方に撮っていただいたんですけれども、その、まあ全員ではないんですけれども、まあ、一部の方からご好意でお写真を譲っていただいて、実際どのような写真に仕上がったかというのを実際に見ていきたいと思います。最初の方にカメラマンのバンさんからもお話があった通り、撮られる側はどういう感じなのか、カメラを撮られる側はどういう感じなのかというのもご紹介させていただけたらと思います。どういう感覚で撮られてるかか、まあ、難しいよな。まず、まあ写真という作品をやっぱ完成させるにあたってモデルだけの力ではないわけよ。私は自己申告ね、別に是正の美女とかではないので、角度によって結構ね、印象が変わったりとかいうのが結構あるんですよね。私とかで言うと、例えば髪の毛のさ、私分けがさ、こっち側にまず流れているので、基本的にこっちから抜かれるとそんなになんか、なんだろうな、得意な人ってさ、こっちから抜か右の方が得意とか左の方が得意とか、利き側、利き方向みたいなのがあるんですね。右利き左利きっていうのがあるように、その顔とかもこっち側からの角度の方がいいとか、こっちの方がいいとか、結構その本当に抜く角度、ちょっとした角度で変わりますね。私とかなんかは特に、なんだろうな、 こっちからの方が得意なんだけど、さらにちょっとこう上向きで狙うと顎がシュッとしたりするので、年齢的にはちょっと大人っぽく撮れるんですよ。でも逆にちょっとこう、なんだろうな、目線が同じぐらいの位置になったりすると顎がね、すっごい丸顔になるんだよね。すっごい丸顔になるから、その幼く見えたりとか、なんかまあ、だからまあどういう作品をカメラマンさんが撮りたいかっていうのによって本当にね、顔も変わってくるし印象も変わってくるしっていう風にまずなります。実際にその今回撮っていただいたカメラマンさんからまず一つご質問いただいたんですけど、なんかどういうカメラマンさんだと撮りにくいですかみたいな質問をされたんですね。で、まあそれね、結構やっぱ私撮りやすい撮りにくいっていうのがすごいあって、これ別にモデルさんによるので絶対ではないんですけど、私はね、無言でひたすら撮られるのと、ひたすら指示だけを出される方は結構撮りづらいなっていうふうに思っちゃいますね。っていうのは、そのなんだろうな、なんか360度どの角度から撮っても均一な可愛さとか均一な美しさが保って
ってられるっていうルックスの人だったらまた別なんでしょうけど、私も先ほど言った通り狙う角度とかによってその大人っぽく撮れたり綺麗めに撮れたり可愛くとか幼く撮れたりとかエキゾチックに撮れたりとかなんか結構ねそのヤンキーっぽく撮れたり怖く撮れたりとか本当にその確かに私という人間は一人なんですけど本当に全然違うんですよね。だからある程度、まあ、私も結構その撮っていただく機会は多かったりはするのでどういう風なものをカメラマンさんが撮りたいかっていうのがわからないのが実は一番困っちゃうんですよ。そのちょっとこう清楚な感じで撮りたいのかとか美しい感じを狙いたいのかとかエキゾチックに撮りたいのか童顔っぽく撮りたいのかそれともかっこいい感じで撮りたいのかとかカメラマンさんも多分撮ってみてこれが合うなみたいな探り探りで多分やられることもあるんですけどそういう中でひたすらね無言で撮られたりとかひたすらその指示出しっていうのはなんかもうちょっと手右上上げてください左上げてくださいもうちょっとなんか表情を笑わないでくださいとかなんかその指示だけをひたすら淡々と出されてしまったりするとなんかどういうものを求められてるかが分からなくってそのどういう表情とかどういう角度を提案すればいいのかが分からなくなってしまうのでそういうカメラマンさん私はですよその全員じゃないです。私は結構撮りづらいなって思ってちゃいますね。まずカメラマンさんだと私にとってこう写真ってカメラマンさんがあここの角度この構図これいいですねっていう提案と私からのじゃあこんな感じでどうですかっていう提案と互いのこう提案あそこいいねあそれもいいねこんなのもできますあこれじゃあどうですかこれもっとこうしてみたらどうですかとかその結構そのカメラマンさんと被写体の間で無言のこれどうですかこれどうですかっていうそういうなんか提案の試合ができるから作品がより良いものになっていくって私はだよ思っているのでそんなにこうめちゃくちゃ会話をねやっぱこう喋ってるとそれなりにさその表情とかさそのなんか雰囲気とかも変わっちゃうのでそんなに言葉数は多くなくてもいいんですけどそういう少ない言葉でコミュニケーションが取れる方がやっぱり写真はカメラマンさんはね私は相性がいいなというかすごい撮られてて楽しいなと思うしすごくね撮られやすいですね。でなんかまあ2つ目はちょうど先日逆にその撮られる側の人からちょっとご質問いただきまして写りがよく撮れますかというご質問いただいたんですけれども私はねそのまあ被写体としてモデルとしてお金を取っていきたいっていう場合はまたちょっと別なんですけれども、まあ、例えば皆さんがそのプロフィールに使う写真を撮りたいとか SNS で上げる写真を撮りたいとか、まあ、記念に撮りたいとか何か記念日の日の思い出にこう写真を撮りたいとか何かまあそういうあとは何かちょっと何だろうなモデル体験じゃないですけどちょっと撮ってみたいなみたいな感じの場合そんなに撮られ慣れてない人が写真をよりよく撮るっていう場合はね私はこれもね一択しか意見がなくてもしカメラマンさんに撮っていただいてなんかうまく表情撮れないなんかうまくなんか私可愛くないな可愛く撮れてないなっていう風に思ったならそれは間違いなくカメラマンさんが私は悪いと思っててやっぱりそのカメラマンさんも技術なので人によって撮っていただく方によってちょっと今先ほどねいろいろこうご紹介した撮っていただいたお写真を見せるんですけれども本当にねカメラマンさんによって全然違うんですよ。私も本当に同じシチュエーション同じ被写体っていう中でもこんなに大人っぽく見えるんだとかこんなに幼く見えるんだとかこんなになんかちょっと年上に見えるんだとかこんなになんかこう爽やか系に撮れるんだとか本当に全然違うので皆さんがもしこう写真ちょっと撮られてみたいなとかモデルやってみたいなと思った時は、まあ、とにかく相性のいいカメラマンさんを探すっていうところが自分どういう表情をしようとかどういうポーズを撮ろうとかいうよりもまずは相性のいいカメラマンさんをこう見つけるところからじゃないですかねと私は思います。やっぱコミュニケーションなのでねその撮られてる撮られてる撮って
撮ってる撮られてるっていう瞬間もコミュニケーションですけど、やっぱ作品としてこう1枚パンって出された後もコミュニケーションは続くと思っているので、やっぱ細かいところのなんか配慮がされてる方はやっぱもうカメラマンさんって本当にすごいなって、もうこだわりとか人によって違うんですよ全然、こだわりとかもねすごいなって思います。はい、というわけで、実際に写真を見ていきます。あんまりこうなんだろう、私の感性などの話が含まれてしまうので細かい感想は、私からは言わないです。やっぱりこれは美学とかその答えとか美しさというものにはやっぱ専門的なものがあるので、私が口を出すべきものではないと思っているので、私が細かいそのこの写真に対して思ったこととか細かいそのなんかこうなんだろうな、公表するみたいなことはしないです。まず初めに同じシチュエーションで同じその私という被写体でもこんなにこう顔とか印象が変わるんだよというご紹介でちょっとバーッとさせてもらいます。まずこれね、これ結構かっこいいっていうかエレガントな感じになりましたよね。はい、これもどこか映るな。やっぱ狙う角度とかによっても全然雰囲気変わりますよね。これとかは結構童顔目に入りました。これとかは少し、年齢が実年齢今29歳なんですけど上に見えるかな。これもなんかその飾らない感じですかね。なんかすごいさ顔の中心にパーツが集まってるように見えるの不思議だよね。っていうなんかすごいでしょ、同じシチュエーションなのにこんなに顔違うからねっていう、なんか面白いよね。モデルやってて結構その新しい自分が発見できることが多いのですごい面白いですっていうね、モデル側の意見でした。いや撮られるのね楽しいですね。私撮られるのが楽しいなと思う一番の理由はその自分の知らない自分とか、あこういう風に人から見られてるんだとか、この人はこういう風に私のことを見てるんだっていうのが、毎回発見できるっていうのが面白いなと思って、結構撮られるの好きだからね、永遠に撮られてられるからね。というわけでモデル仕事お待ちしてます。瀬戸せいらでした。バイバイ。